静止設備というのは長さがですね約200メートルぐらいあるんですけども、長い工程を紙が切れることなく最後のパートで巻き取ること、いろいろな設備のチューニングが必要になってきまして、これがなかなか大変な作業でございます。出てきた紙を巻き取って初めてペーパーオンリールというんですけども、まあ、製紙会社にとっては一大イベントでございますね。はい。ベトナムのバリアブンタオ省で段ボールの原料となる製紙工場を建設しようと思っています。段ボールというのはですね、 GDP の成長にほぼリンクして伸びると言われています。この若い国であるベトナムは今後も段ボールの成長が見込めるというふうに思っています。段ボール原紙を作る工場を建てると、そこでオペレーションをするという丸紅 100% の事業会社をスタートします。2020年稼働を目指して今頑張っています。丸紅は50年以上の期間、日本で福山製紙と興和工業とともにこの事業を展開してきました。彼らが持っている技術をこのベトナムで活かせば十分に賞賛があるというふうに我々は考えています。敷地面積は15ヘクタール、古紙倉庫、今私がおります製品倉庫、それと工場と、あと排水処理、発電、発蒸気施設ございます。生産数量は約年間40万トンでございます。紙を強くする機械がたくさん入っていまして、強い段ボールができる、見た目の綺麗さもすごくどこにも負けないような紙が作れる設備だと思ってます。排水処理についても環境基準厳しい国ではあるんですけれど、しっかりと適合できるような素晴らしい設備と、エネルギー大量消費型の産業から低炭素社会に見合ったパッケージ産業に変える、ややコストが上がるであろう、ガスによる電気蒸気の生産に変更しました。 CO2 の排出が同業他社のおそらく4割ぐらいで済んでるはずです。 CO2 の排出を減らすっていう努力をここの従業員と一緒にやっていこうと思っています。大きく巻き取られた最初のジャンボリール、その前に立ったら非常に嬉しかったです。ペーパーオンリールの時はですね、正直一人でちょっと泣いちゃったんですけど、僕らがここに来た意味がこう形になった。東南アジアで、段ボール包装産業の発展を待ってる国、彼らのためにも我々がここで、積み上げた技術を展開しているというのが我々の今描いている姿です。私が日本で今まで出してきた仕事を、無駄ではなかったのかなと。自分が培ってきた技術、知識、ベトナム人スタッフたちに 100% 以上の形で伝えていこうというふうに思っています。東南アジア一番の会社にしようかなと思っています。